高速バス乗り放題切符乗り放題切符と同時に使用するため発見したバス指定券乗り放題切符と同時に使用するため発見したバス指定券高速バス乗り放題切符は JR バスの指定された高速バス等が乗り放題となる規格乗車券。2008年 JR バスは前例のない乗り放題型のバス乗車券高速バス乗り放題切符を企画した。 この乗車券は指定された JR バスの高速バス及び一部の一般路線バスが6月に限り有効となっていた。発売金額は2万円で2000枚の枚数限定で発売されていた。発売期間は2008年5月1日から6月25日まで、有効期間は6月1日から6月30日までであった。乗車券の大きさは往復はがきと 同程度となっていた。2009年度以降の発行はなかった。JR バスグループ発車指定の高速バス及び一部の一般路線バスの路線が利用可能であった。6月中の旅行開始日より始発地基準で連続6日間に限り有効。なお6日目に夜行バスを利用した場合は7日目の終着地まで利用できる。また、6月30日に 夜行バスを利用した場合でも7月1日の終着地まで有効である。2008年の初回発行時にはアンケートはがきが付属していた。全行程終了後アンケートに回答して7月10日までにはがきを送付すると回答者全員に記念品が申請されるが、アンケートはがきを有効期間中もしくは利用中に切り取った場合はその時点で乗車券が無効となり、 残り日数分も使用できなくなる仕組みであった。購入後の再発行は原則として行わない。乗車の際に乗車券及び座席指定券に引き換える際には提示の上で、切っ裏り面の乗車便器入欄に窓口係員が記述し、乗車の際に動乱右端にある改札員部分に乗務員からの改札員を応援する方式であった。ありがとうございます。